はようございます。向こう一です。そして2023年ジャックアイマキマキ向こう一折り方です。ついに出ますよ。まずね、このジャックアイマキマキ 40g の向こう一グリーン、絶対やばいわ。このカラー行きたいと思います。はい、やっぱり過去にね、2色向こう側塗染さんとのコラボで折りからで出させてもらったんですけど、よりパワーアップしてますので、やっぱりこのね、緑系はほんま強いっすね。で、緑系にプラスそのグローのゼブラパターンやってるんで、濁り塩、ベイエリア、そして向こう一最強です。はい、今日もまだね、ちょっとお昼からのパターンなんですけど、もう朝まずめからめずとも超過を出したいなと。何これ。でかいのよ、またくー。なんかもう軽いもんね。まあ、特にこの向こう一グリーン、まあ、向こう一イエローもそうですけど、このグローはね、やっぱりボトムヒットパターンむちゃくちゃ強いですね。こんだけやっぱ濁ってたらボトムって結構光が届かなくて視界も悪い状況なんですけど、グローがしっかり発光してくれる、プラスそのグリーン、イエローという向こう一の超実績から相まって強いですね。いや、釣れそうな塩やけどな、回遊がないんか。はい、向こう一イエローです。もう見ていただいたら分かると思うんですけど、ゴールド系で裏がチャート、そしてグローゼブラ入ってるんで、向こう一グリーンよりもさらに濁りが強い時とか、アピール力を持たせたい時はもうこのからとにかく目立たす。おお、来た、なんか来たよ。出たー、出たよー。目白でいいんすよ、ハマチでもいい、でもブリがいい、サワラでもか。うわー、めっちゃ塩効いてる。いつでもいいよ。うわ、来た、来たよ。でかいぞこれ。回収しようとしたら来ました。おお、やばいな。よいしょ、でかいよこれ。よいしょ、向こう一イエローで回収しようとしたらひったくっていったっすね。おお、これは目白以上確定、目白以上確定です。やばかった、衝撃が走りました。うお、これでかいわ。やっぱ向こう一折りから最強っすね。全然浮いてこん。ういう、やばい。やばい、でかいぞこれ。全然浮かん。ふう、浮け。これでかいな。よっしゃい、やった。やっぱこのタイミングか。はい、やりましたね。これ結構もう夕方なんですけどね、ドカンとでかいやつ出てくれました。やっぱりこのあれですね、向こう一折りから効きましたね。向こう一イエローですかね。まあ、だいぶ魚の数が少ないと思って、とにかく目立たせようと、このチャートのねイエローとゼブラグローやってみたら来てくれましたね。もうむちゃくちゃ当たり方すごかった、ゴツン来ましたわ。やっぱこのカラーマジで強いし、ほんまにぜひ向こう一で使ってみてください。
いやはや、サイズ連れてくれました。まあやっぱりね、もうその向こう側渡船スタッフさんともう共同でやっぱ開発してるんで、もう向こう一を知り尽くしたスタッフの方とやっぱり作ることにやっぱ意味があるかなと。はい、向こう一ではもう最強カラーです。でやっぱり巻き巻きってその回収する寸前までやっぱりもう巻くだけでね、しっかりブレードが動いてくれるんで、もうどんな時でもアピールしてる。だからその回収ヒットパターンもすごい多いですし、もう釣りを始められたての方ですとか、女性の方、お子さんの方、もうどんな方でも使える、ほんま万能のジグになってますので、使って損はないと思います。はい、お疲れ様でした。あの午後からの、実況やったんですけども、向こう一折りから使ってでかいやつが出てくれました。まあ、向こう一の折りからね、本当に向こう側一文字でひたすら投げ続けて、で向こう側渡船のスタッフさんとも何度も何度も話し合って作った最強のカラーなんで、皆さんぜひ使ってみてください。という感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。うわ、来た来たよ。でかいぞこれ。回収しようとしたら来ました。おお、やばいな。よいしょ。